千葉県の鴨川シーワールドで初めてシャチを見ました。シャチと飼育員の心を通わせたような触れ合いにほっこりしました。ひろゆきさんなりのシャチの倒し方を教えてください。まあ、陸にあげるか毒を食わせるんじゃないですか。多分その飼育員の人から魚をもらうみたいのが慣れてると思うので、魚に毒入れれば一発だと思いますけどね。海の中で海洋生物と戦おうと思うのは間違いなんですよね。ペンギンってその地上を歩いてる時のよちよち歩いてるのを見て、ペンギンって運動能力低そうみたいなイメージあると思うんですけど、海とかに入るとペンギンめちゃくちゃ速いんですよ。流線形の形で抵抗が少ないのと、で、そのヒレとかが、要は速く泳ぐためにできているので、あの手って結構筋力強いんですよ。で、さらに、直角に曲がるんですよ。水の中で。水中って、まあ、人間とか泳いでても直角に曲がるってなかなかできないですけど、ペンギンって水中ですごい速さでこう進みながら直角に曲がるとかも可能だったりするんですよね。なので、めちゃめちゃ能力値高かったりするんですけど、あれは水中だから高いわけで、なので、外に出せば相変わらず予兆値あるわけなので、基本的にはその、相手が得意な土俵で戦ってはいけないんですよ。じゃあ、野生の竹井壮と戦う時みたいな話をしてたんですけど、その野生の竹井壮とかで森で戦ったら絶対勝てないんですよ。要は、人って木登りとかも平気であるので、上から攻めてくるとか、遠くから石を投げるとかっていうのができるので、なので、相手が得意なところで戦わせちゃいけないので、基本的には竹井壮さんともし戦うのであれば、砂漠とか、周りに要は竹井壮が隠れられるような場所とか、登れるようなところがないところで、で、自分は車でひたすら逃げる。で、砂漠に竹井壮置いてけぼりにするとかっていうのにすると多分余裕で勝てると思うんですよ。っていうのがあって、まず環境が自分に有利なところで戦うっていうのが重要だと思うんですよね。